Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance, and Leonardo did not even exist. His self-portraits were also concocted after Luca Signorelli and a 3D printing technology, and even his name might have been concocted after Andrea del Verrocchio. Leonardo was a puppet artist of Jesus after 1500 years, and that is why Leonardo could leave his so-called masterpieces such as maps of Imola and Florence, as well as Mona Lisa. Leonardo was a puppet artist of Jesus after 1500 years. Here, I can show you the evidence to prove this fact. ダヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。言うなれば、1500年後のイエスのただの操り人形。2枚の肖像画が残っていますが、1枚はルカ・シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけたもの、もう1枚は 3D プリンティングテクノロジーを使って作られた捏造画像。名前もベロッキオの名前の文字を入れ替えてできた可能性があります。ダヴィンチの作品、例えばイモラの地図、フロレンスの地図、それにモナリザなどは人間には描けるはずもないものばかりです。つまり、これらの作品を描いたのは1500年後のイエス。1500年後のイエスでした。ここにその証拠と証明をお見せいたします。Hiroshi Hayashi、Hamamatsu-city、Japan。この動画は、言うなれば、総合ダイジェスト版ということになります。私がダヴィンチを疑い始めたのは、このイモラの地図からです。現在3枚の地図が公表されていますけども、まあ、どれがどれということは重要ではありません。どれもイモラの街、かなり上空から見て描かないと描けない地図だということです。あるいは写真で撮って、その写真をもとにして作らないと作れない地図だということです。まあ、それをこの動画の中、ナンバー960で説明しました。そして一番下の地図などはですね、影まで描かれています。そして道の上に置かれた馬車まで描かれています。向かって一番右の地図ですね。これがイモラの地図だということです。で、これに対して、イモラの町の中心部にあります塔から、まあ、下を見てですね、このような地図を作ったというふうに説明してくださった外国の方もいらっしゃいます。が本当にそうでしょうか。高い塔から下を見てですね、地図が描けるものなのでしょうか。道路は家々の影に隠れて見えないはずです。で、今ここで皆さんにお見せしているのは、3枚の地図の比較です。で、例えば塀などがありますね。そうした塀の影なども、まあ、書かれているということですね。そして、建物の間に隠れている家の歪んだ角度まで同じだということです。あるいは、家の中の庭まで書かれているという点です。他にもダヴィンチはいろいろな地図を書き残しています。この後紹介しますフィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図などもその中の一枚ですけども、まあ、人間には書けるはずもない地図だということです。まあ、こうした地図が残っているわけですね。で、右の方が実際の写真です。で、色を落としてみますと、山の、なんて言いますかね、表現の仕方、平野部の表現の仕方も同じだということです。で、これがイモラの、現在のイモラの地図です。で、私もこうして真似て作ってみたんですけどもね、下がダヴィンチが500年前に
描いた地図です。道などは当時と比べてですね、現在は直線的になっているようですね。で、こう比較してみますと、細かいって言いますか、路地などは昔のままだということです。で、ここに点々がありますね、下の方にね。これは馬車かと思われます。そうしたものまで、下の、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチの書いたイモラの地図には書いてあるということです。で、この辺が、まあ、空き地になっているのは、おそらく火事か何かで木が、まあ、家がなくなったか、そして木も表現されてますね。そしてこの建物の間の中のこの建物、やや歪んでますね。平行じゃありませんね。こうしたところも正確に描いてあるということです。で、この部分を外から見ても見えないということです。なあち、ダヴィンチは人間には描けるはずもない地図を描いていたということになります。もう一枚の地図を紹介します。フィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図です。で、これがダヴィンチの描いた地図です。これが実際の写真です。で、両者を比べてみますと、同じだということですね。そしてこの川が分かれているところありますね。それを線で繋いでみました。正確にそれが表現してあるということです。そして色を落としてみますと、先ほど見えましたように、山と平野部が正確に描かれているのがわかります。上がダヴィンチの描いた地図です。下が実際の写真です。高度2、300キロないと、このようには見えないということですね。で、ダヴィンチの描いた地図はですね、真上から見て描いた地図ではなくて、斜め、上方から見て描いた地図だということです。で、当時は交通事情も悪かったのでしょうけども、こうした地図が残っているということです。つまり、人間には描けるはずもない地図だということです。モナリザについても同じようなことが言えます。まあ、地図をマクロの作品とするならば、モナリザはミクロの作品ということになります。アイルワースのモナリザです。で、当初この両者を比べているときに、それに気がつきました。ほんのわずかだけ動きがありますね。頭の髪の毛の分かれ際を見ていただきますと、角度がやや違います。そして、あとは全く同じだということですね。まあ、そうした部分から、まあ私はですね、これらが写真技術を使って作られた絵であるというふうに判断しました。上は板の上に描かれています。下はキャンバスの上に描かれています。ですから、風合いがやや違いますが、同じだということです。で、モナリザの特に襟の部分ですね。その襟の部分には1ミリの半分、1ミリの半分ですよ。0.5 ミリ、もしくは 0.3 ミリの線が描かれています。そしてその線は複雑に交差し、そしてその線には影までつけられています。筆で描いたのではなくて、細かい筆で、点点点点点と点をつけて描いたと言われています。つまり現在の私たちが使っているプリンター方式だということですね。で、皆さんも一度してみてください。1ミリの半分のラインで交差して、そしてそれに影までつけることができるかと、私は何度もやってみましたが、ほんの一部でも私にはできませんでした。というようなことから、このモナリザは人間によって、少なくとも筆のようなものを使って描かれたものでないと判断しました。左がモナリザです。右がアイルワースのモナリザです。明暗を書いてあるだけで全く同じなんですね。すなわち、右の方は明度を上げたために、まあ、細かい細い線が消えています。が、よく見ると同じだということですね。まあ、下に私の顔、って言いますか、イラストを並べておきましたけども、
左の写真の明度を落としたのが、右のアイルワースのモナリザだということです。まあ、そこに気がついたときに、私はこれらの絵はですね、人間の手によって描かれたものではないと判断しました。この襟の部分ですね。で、この上のモナリザの方ですね、は、今も言いましたように、1ミリの半分、あるいは3分の1の太さのラインで描かれています。この部分なんかはもう 0.3 ミリないと思いますよ。そしてよく見ていただくと分かりますように線が交差してますね。そしてその線を拡大してみますと、なんとその線には陰影までつけてあるということです。まあ、モナリザって言いますと大きな絵のように思っていらっしゃる方も多いかと思いますけども、小さな絵なんですね。私もこんなに小さい絵だとは思っていませんでした。で、このラインの大きさを知るために、こうして分割していって、太さを計算してみました。そうした作業も、1526の方でしてみました。このラインですね。で、この黄色い枠が 1.5×1.5 ミリですよ。センチではなくてミリですよ。そしてその幅は、太く見ても 0.5 ミリ、あるいは 0.3 ミリかもしれません。ともかくもそんな幅の線で、こうした絵が描かれているということです。そしてですね、大変よく似てるとはいえ、よく見るとギリシャ彫刻で私が発見したように、ほんのわずかだけ動きがあるのですね。この部分にそれが現れています。つまり、やや時間差を置いてデータを取られているということです。ここまで似せて作られていながら、書かれていながら、しかし動きがあるということですね。で、やはり同じように念のためにこう調べてみました。今の線の太さが 0.5 ミリです。で、まあ、0.5 ミリないかもしれませんね。これ、黄色いのが 1.5×1.5 ミリですからね。さらに下の細い線はもっと細いですからね。で、0.3 ミリという数字が出てきました。そしてここを見てください。0.3 ミリの線でですね、その線が交差し、そして陰影までつけてあります。つまり、描けるか描けないかということは、あなた自身の問題として考えていただければ、その答えが出てくるのではないでしょうか。ただ、モナリザと右のアイルワースのモナリザとでは、やや模様が違うようです。明度を上げて、アイルワースのモナリザを作ったということになります。で、私たちがよく知っている、あのダヴィンチの肖像画について結論を出しておきます。これが元のデータベースです。これらの絵はすべて一応、レオナルド・ダヴィンチが書き残したものだと言われています。中央の人はマンと紹介されています。そしてその絵を元にして、下、右のですね、私たちが知っているダヴィンチの肖像画が捏造されました。細かいところを精査していきますと、全く同じなんですね。まあ見た感じ同じだということもがわかります。そして、下の右のですね、ダヴィンチのひげをの下にはですね、いわゆる輪郭まで見えているということです。薄く見えています。すなわち、ひげを後で描き足したということです。この肖像画は偽物です。で、もう一枚、ダヴィンチには肖像画が残っています。これは、ルカ・シニョレリです。7歳当時、ダヴィンチより年上でした。みんな私たちがダヴィンチの自画像と呼んでいるものです。この両者は、鼻の太さと長さ、そして、髭を除いて、全く同じです。ただ、今も言いましたように、7歳年上ですから、7歳年上らしくは表現してあります。上まぶたのたるみ、あるいは目尻のシワなどにそれが見られます。が基本的には全く同じだということです。まあ、この照合も1902号でしてみました。で、ダヴィンチの鼻をシノレにくっつけ、ひげをくっつけますと、それはそのまま
ダヴィンチの顔になるということです。つまり私たちが知っているダヴィンチの別のもう一枚の肖像画も捏造された肖像画ということになります。2枚の肖像画が偽物であるとするならば、レオナルド・ダ・ヴィンチが存在していたという直接的な証拠はないということになります。で、これがアンドレア・デル・ヴェロッキオですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前も捏造されたものではないかと私は疑っています。英語名で書いた上がアンドレア・デル・ヴェロッキオです。あくまでも英語名ですよ。で、それを並び替えていますと、そのままレオナルド・ダ・ヴィンチとなります。ただ、右から3文字目の H だけは、下のレオナルド・ダ・ヴィンチの中にはありません。がしかし、それを H を除けば、全く同じなんですね。すなわち、アンドレア・デル・ヴェロッキオという画家の名前をですね、の名前の文字を入れ替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、名前も捏造された可能性があるということです。これは、偶然ということもあり得ますので、ペンディングということにしておきます。ともかくも、このように一致するということですね。H だけを除いて一致するということです。そして、ベロッキオは、ダ・ヴィンチよりも17歳年上でした。イエスの洗礼を共に一緒に描いたというのではなくて、一人の別の画家が描いたものを二人の名前で発表したのと、私、林浩司は判断しています。ここで三人の芸術家の名前が出てきます。アンドレア・デル・ヴェロッキオです。1435年生まれですね。で、ルカ・シノレリです。1445。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチ、1452です。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチの年齢差は17歳。ルカ・シノレリとダ・ヴィンチの年齢差は7歳ということになります。で、この中で、誰がボスかということになるわけですけども、私はアンドレア・デル・ヴェロッキオだと判断しています。この一枚のセント・ジェロームの絵が、その証拠ということになります。これがアンドレア・デル・ヴェロッキオです。極めて精緻で、写真のようにというか、写真そのものですね。そして、このセント・ジェロームは人間ではありません。その証明も1902の方でしました。で、右が一応レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームです。特に鼻の先などを見ていただきたいと思うんですけども、全く同じなんですね。で、左のヴェロッキオの描いたセント・ジェロームの方がより正確で精緻だということです。で、右の方はレオナルド・ダ・ヴィンチですね。当然、レオナルド・ダ・ヴィンチがヴェロッキオの絵を真似したということになるわけですけども、しかし、右のセント・ジェロームの目の中には、トカゲなどにしかないって言いますかね、人間にはない、瞬膜というのも描かれています。で、左の方は毛穴まで表現してあるということですね。で、私は、この3人の中では、アンドレア・デル・ヴェロッキオがボスであると考えています。で、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる、いわゆる架空の画家ですよね。そして操り人形はですね、ルカ・シノレリをもとにして作られた、芸術家ということになります。で、この両者はイエスの洗礼を書いていますけども、両者が書いたのではなくて繰り返しになりますけども、二人の名前で発表したということになります。で、1500年後のイエスの話をしておきます。ミケランジェロも1500年後のイエスの
操り人形芸術家でした。その代表作と言われているのがこのピエタ像ですけども、向かって、左側のイエスの右腕を見てください。奇妙なコブがあるのに皆さんもお気づきになると思います。このコブですね。で、このコブは何かってことを調べました。このコブに注意してください。このコブが謎を解く鍵になりました。奇妙なコブですね。ボコボコと、まあ、人間にはないコブがこのように表現されています。これと同じコブがですね、カシナの戦いの右下の人物に描かれています。頭に花冠をつけています。まあ、このカシナの群像の中の王であることを示します。そしてこの腕を大きく反転してみますと、その腕は先ほどお見せしましたペーター像に彫り込まれているイエスの腕と一致します。すなわちこのような形で1500年後のイエスはミケランジェロという操り画家を通してですね、芸術家を通してこの両者は同じ人物、すなわちイエスであることを示しています。そしてレオナルドも同じような解剖図を残しています。人間にはないコブがあります。そしてこの上腕のところにはヒレのようなものがついています。中央の、絵にも同じように描かれていますよ。そしてこのコブを見てください。同じですね。すなわちこの両者がここで一致するわけです。右はレオナルドが描いたと言われている絵です。左はミケランジェロが彫ったと言われているペーター像です。で、ここに皆さんにお見せするのが、これが2000年前のイエスです。その証拠に今言いましたようにカシナの戦いの右下に出ているこの人物と、この右の方の人物はですね、パーフェクトに一致します。つまりこのような形で1500年後のイエスは、これらの人物は2000年前のイエスであるということを示しています。もちろん処刑されたイエスは、あれは替え玉です。その替え玉も別のところで、替え玉説も別のところで証明しました。ともかくこの人物がカシナの戦いの右下に描かれている人物です。頭には花冠をつけています。王であることを示します。なわちこれがイエスだということになるわけです。そして並べています。同じですね。そしてピエタ像の中に描かれているイエスとコブでつながります。こうしてこの三者はイエスであることがわかります。なわち2000年前のイエスということになります。そして1500年後のイエスはルネサンスの時代に復活しました。カシナの戦いをもう一度見てください。この中には数字が隠し込まれています。7502です。こうした数字を取ってレオナルドは67歳の5月2日に死んだことにしました。この絵が描かれた時にはまだレオナルドは生きていましたから、彼の死亡日も捏造されたということになります。そして両側の77を加えますと、イエス復活聖書という意味になります。すなわちイエスは聖書にのっとり復活したという意味です。つまり1500年後のイエスはイエス自身であったということを、イエス自身がこのような形で私たち人間にメッセージを残したということになります。そしてその7502の2の数字を取ってダヴィンチはその後67歳の5月2日に死んだということになりました。つまり死ななかったということですね。で、結論といいますか、まとめということになります。レオナルド・ダヴィンチなる芸術家はですね、人間には描けるはずもない地図を描いていたということです。そして人間には描けるはずもない絵を描いていたということです。そしてその肖像画は捏造されたものであるということです。 3D もしくは 2D のコンピューター技術を使って描かれていました。で、もう一枚の肖像画も
ルカ・シノレリの肖像画をもとにして作られた偽物であるということですね。つまり、ルカ・シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけたのがダヴィンチだということです。そして、その名前もどうやら捏造されたものらしいということ。そして、その親分は、ボスはアンドレア・デル・ベロッキョであった可能性が高いということです。ミケランジェロも操り人形でした。そして、この両者を通して、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残しました。イエスは聖書により復活したと同時に、ダヴィンチのルカ家は67歳の5月2日に死んだことにすると。つまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠はどこにもないのです。本当に存在したのであれば、このような小細工はする必要はなかったはずです。なあち、レオナルド・ダヴィンチは存在していなかったということになります。これが私、林浩司が発見した結論です。バイ。These three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci, were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years. As to Leonardo da Vinci, he was a fictitious artist and he did not even exist.Or a disguised artist of Luca Signorelli with a large nose and a long beard. Most probably you may reckon that I am out of mind before you make a surprise when I say so, saying that Hiroshi Hayashi is crazy. I know that, but then I would like to ask you to give me 18 minutes before you think so andYou draw your own conclusion. 18 minutes through which you may know that our history itself has been concocted, and you may know there is another version of human history which we don't know besides the history we know. This is not a matter whether you believe in me or not, but a matter whether you accept this fact or not.Since I show you only visual evidence. Then I say here again that these three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci, were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years.As to Leonardo da Vinci, he did not even exist or a disguised artist of Luca Signorelli. Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちは、ルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特に、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチでした。もっとも、こんなことを言えば、皆さんは驚くより前に、私の脳みそを疑うでしょう。林博士は狂っていると、よくわかっています。だったら、18分間だけどうか時間をください。その18分間で、あなたはこう思うようになります。私たちの歴史は捏造され、そして私たちが知らなかったもう一つ別の別バージョンの歴史があったのだと。これは、私を信ずるとか
信じないとかという問題ではありません。事実を受け入れるかどうかという問題です。私はここで目に見える事実のみを皆さんにお見せします。その上で私はもう一度ここでこう言います。アンドレア・デル・ヴェロッキオ、ルカ・シノレッリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチでした。Hiroshi Hayashi、Hamamatsu-city、Japan。最初に私、林博士が発見したアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの不思議な関係について話しておきます。アンドレア・デル・ヴェロッキオです。アンドレア・デル・ヴェロッキオの英語名はこうなっています。レオナルド・ダ・ヴィンチの名前はこうなっています。で、調べてみますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチという名前になっていることがわかります。順に文字を照合していきます。これは偶然なのかという問題ですね。あるいは偶然でもですね、あり得る確率で起こる偶然なのかということにもなるわけです。V と V、V がここで一致します。つまり、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前の文字をですね、入れ替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前だということです。で、その次の H だけがレオナルド・ダ・ヴィンチの方にはありません。飛ばします。あとはこのようにパーフェクトに一致します。果たしてこれは偶然なのでしょうか？偶然と言い切って良いものなのでしょうか？私はレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前をもとにして捏造された名前であるというふうに判断しています。で、H についてですけども、イタリア名は茶色字のようになっています。破損記号の方を見ますとですね、ヴェロッキオとなっていて、H は特にあるようにも見えませんね。すなわち、英語名にするときに H を挿入したのではないかと、私、林博士は考えています。このように一致するということですね。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの生い立ちなんですけども、アンドレア・デル・ヴェロッキオの方の方が年上ですね。17歳ですかね。年上ってことになります。ですから、アンドレア・デル・ヴェロッキオの方の名前をもとにして、レオナルド・ダ・ヴィンチの名前ができた可能性があるということになります。次に、やはり私、林博士が発見したルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチの不思議な関係についても説明しておきます。左がルカ・シノレリです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。当時、実際、ルカ・シノレリの方がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチより7歳年上でした。そうした年齢差が、この両者の肖像画の中にも表現されています。上まぶたの、垂れている様子、あるいは目尻のシワなどにそれが表現されています。やや右のレオナルド・ダ・ヴィンチの方のにはですね、ぼかしが入っているような感じがします。
で、この両者を比べてみますと、鼻の大きさとひげを除いて、あとは全く、全く、全く同じです。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。特に向かって右側の左目の周辺あたりって言いますかね、そのあたりに注意してくださいが大変奇妙なことに、この絵の中でもそれだけ似ているにもかかわらず、7歳の年齢差をが表現されているという点です。つまり同じ、ほぼ同じ時期にできた肖像画ということになります。そして今も言いましたように、レオナルドの大きな鼻をシノレリにくっつけ、ヒゲをくっつけますと、この両者は全く区別ってできません。そして貼り合わせてみますと、ピタリと一致します。つまり、ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは同一人物、一人二役の操り人形であったということがこれで証明されます。もう一度詳しく精査しています。上がルカ・シノレッリ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。上まぶたの垂れなどにですね、7歳の年齢差は感じます。しかし、それを除けば、この両者は全く同じだということです。皆さん自身でしっかりと確認してください。これが事実だということです。まあ、上の方はですね、シノレリの方は繰り返しになりますけども、7歳年上であるという、まあ、部分でやや表現の仕方が違うということですね。またそれが正確に表現してあるということです。つまり、ルカ・シノレリイコールレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ルカ・シノレリの方がレオナルド・ダ・ヴィンチよりも早く生まれて、そして後に亡くなっています。つまり、ルカ・シノレリがレオナルド・ダ・ヴィンチに変装することはできても、レオナルド・ダ・ヴィンチがルカ・シノレリに変装することはできない。つまり、ルカ・シノレリの方が元で、そして大きな鼻と髭をつけてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、架空説説。架空の芸術家説はこのようにして生まれました。by 林浩司です。左がルカ・シノレッリ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。繰り返しになりますけど、ややぼかしが入っている感じがします。そしてもう一度、こうした、まあ、小さな部分を比較してみてください。同じだということです。つまり、右のレオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形はそもそも存在しなかったということになります。まあ、これら両者はですね、一人二役で1500年後のイエスの操り人形として人間との接点で 動いていた人物ということになります。1500年後のイエスが描いたり作ったりした作品を、こうした操り人形画家たちが人間との接点で、まあ、売っていたか、あるいはそのアジェンダを人間に伝えていたということになります。by 林浩司説です。で、1445年にシノレリは生まれたことになっています。その7年後にレオナルド・ダ・ヴィンチが生まれたことになっています。繰り返します。大きな鼻とひげを、シノレリの顔にですよ、大きな鼻と長いひげをつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチだということです。すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。皆さんがご存知のあの老人になってからのレオナルド・ダ・ヴィンチなる肖像画は 3D モデリング方式によって作られた捏造肖像画ということになります。これがルカ・シノレリです。そのルカ・シノレリの鼻に大きな鼻をつけ、そしてひげをつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形としてのですね、芸術家は存在しなかったということになります。で、話を戻します。アンドレア・デル・ヴェロッキオです。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチです。先ほどお見せしましたように、
アンドレア・デル・ヴェロッキオの名前を入れ替えてできたのがレオナルド・ダヴィンチだということです。アンドレア・デル・ヴェロッキオの方が17歳年上です。ですからレオナルド・ダヴィンチという名前の方がですね、アンドレア・デル・ヴェロッキオの名前を使って作られた名前だということになります。まあ、このような形でもレオナルド・ダヴィンチという画家がですね、操り人形として働いたわけですけども、存在しなかったという一つの傍証にはなります。まあ、こうして照合していきますと、それがわかります。繰り返します。アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前をもとにして、レオナルド・ダヴィンチという名前ができたということです。こうした言葉の遊びといいますか、文字の遊びというのは、中世以後、あるいはその前後かもしれませんけれども、西洋では広く行われています。で、H については、イタリア名の方にはありません。で、発音記号を見ますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオで、いわゆるまあ、H が必要であったかどうかという部分でですね、私はこの H は後から挿入したものではないかと考えています。確たる証拠はありませんけれども、まあ、ここまでね、偶然の一にしはあれない確率で、まあ、こうした事実が浮かび上がってきますと、H もそうした流れの中で挿入されたのではないかと、私、林浩司は考えています。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオについては、肖像画が残っていませんが、しかし、諦めてはいけません。以上は、偶然という言葉で、まだ片付けられる範囲の事実ということになります。が、これからはそうではありません。アンドレア・デル・ヴェロッキオ、ルカ・シニョレリ、それに、レオナルド・ダ・ヴィンチです。これら3人の芸術家たちは、1500年後のイエスの操り人形として働きました。が、この中で、この3人の中で、誰がボスかといえば、私は、アンドレア・デル・ヴェロッキオを挙げます。一番、まあ、当時においてですね、年上であったということだけではなくて、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前で、大変、まあ、精緻な絵画が書き残されています。セント・ジェロームということになっています。これはアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた絵ですけども、この絵は1500年後のイエスであると、私、林浩司は判断しています。その証拠は、この続く動画の中で皆さんにお見せいたします。まあ、これがアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いたセント・ジェロームです。このアンドレア・デル・ヴェロッキオの描いたセント・ジェロームは人間ではありません。人間ではありません。その証拠が目の中に残っています。向かって左側の目に注意してください。目尻のところでラインが一致していませんね。目の中に目があるといった感じです。まあ、このような特異な下まぶたをしていたとも考えられます。今黄色で示したところが目尻です。ですからラインはここに収まっていなくてはなりません。またこの絵全体が写真のように正確で、眼球の上には白い光が描かれています。これがアンドレア・デル・ヴェロッキオのセント・ジェロームです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームです。この両者は全く同じです。やや角度が違います。ポーズが違いますね。右の方はやや口を開いています。やや傾きが違うということですね。そして左の方がやや若いということです。で、こうして両者を比較してみますと、全く同じなんですね。特に耳というのは指紋のように個人差がありますから、照合するときには大変便利です。その耳も同じだということです。小さな小鼻、それから大きな頬骨、割れた顎、割れた鼻先、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの特徴を皆このように兼ね備えています。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチというよりもね、1500年後の当時としては、1500年後のイエスということになります。注意深く比較してみてください。まあ、この目を見てですね、人間の目と思う人はいないと思います。そして右の、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたジェロームの目の中には、瞬膜といって、トカゲなどの動物に見られる膜が描き込まれています。
その証明も別のところでしました。そして大変奇妙なことに、左の、ベロッキョの書いたこのセントジェロームには毛穴まで正確に表現してあります。キャンバスの横線が入ってますからちょっと見にくいかもしれませんけども、注意深く見てください。左がベロッキョの聖ジェローム、右がダビンチの書いた聖ジェロームです。この両者を比べてみますと、左の絵の方が精緻で、精細で、完成度が高いということです。つまり、こういう点からも、ベロッキョがボスであると、私は、林浩司は、ボスであったと、私、林浩司は判断しました。当時としては、あるはずもない白い光が、この眼球の上に描き込まれています。まあ、こうして細部を見ていきますと、この両者は全く同じであるということですね。まあ、これをどう解釈するかは皆さんの判断ということになりますが、しかし、ベロッキョイコールダヴィンチと考えれば、この謎はきれいに解けます。そしてこの両者は2人で力を合わせて、あのイエスの洗礼の絵を描いたと言われています。2人で力を合わせたというよりも、1人の、まあ、操り人形画家がですね、2つの名前を使って描いたと考えるのが自然だということになります。まあ、これら両者がですね、ベロッキョに描かれたか、あるいはレオナルドに描かれたか、あるいは1500年後のイエスによって描かれたかということになってきます。繰り返しますが、ベロッキョの方が当時の年齢においてはダヴィンチよりも17歳年上でした。つまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。この向かって右側の肖像画はインチキです。そして同じようにこの肖像画もインチキです。私たちがダヴィンチの肖像画と思い込んでいるこの肖像画もインチキです。もし本物ならこうしたインチキな肖像画を用意する必要などなかったはずです。またそれを良しとはしなかったはずです。そして今回名前もどうやら捏造されたと言いますか、アンドレア・デル・ベロッキョの文字を並び替えて作られたインチキである可能性が出てきました。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在しなかったということになります。バイ。An artist named Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance who did not exist. I, Hiroshi Hayashi, here again claim that an artist named Leonardo da Vinci did not exist. Leonardo da Vinci was a disguised Luca Signorelli.Another puppet artist for Jesus Christ after 1500 years. Here I show you its evidence to prove this fact. ルネサンスにおいて、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、捏造された芸術家であって、かつ存在しませんでした。存在しませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは1500年後のイエスに操られたもう一人の操り人形であったルカ・シノレッリの一人二役の芸術家だったということです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan。ルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役の、つまり同一人物でした。しかもルカ・シノレリの方がですね、早く生まれてダ・ヴィンチの後に死んでいます。そしてダ・ヴィンチの方は鼻が大きくて、そしてひげがあります。つまりルカ・シノレリがダ・ヴィンチに変装することはできても、ダ・ヴィンチが
ルカ・シニョレリに変装することはできません。では、順に検証してみます。まず、この絵を見てください。左端の下にいるのが、ルカ・シニョレリの自画像です。で、この自画像と、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と比較してみます。ルカ・シニョレリとレオナルド・ダ・ヴィンチが同一人物であることをですね、皆さんにも分かっていただけると思います。そして、この生まれた年を見比べていただくと分かりますように、ルカ・シニョレリの方が7歳、当時年上だったということになります。ですから、大変奇妙なことに、この絵の中に表現されている2人も、ちょうど7歳程度の、年齢差があるように見えます。まぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは目尻の、シワなどにもそれが表現されています。しかし、鼻を覗くと、あとは全く同じなんですね。もちろん、右のダヴィンチの方にはヒゲがあります。比べてみると、シノレリの鼻よりも大きくて、長いって言いますか、高いですね。で、こうして、ここが今日重要なポイントですから、皆さんにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。拡大して比較してみます。で、こうして比べてみますとですね、顔というのはですね、普通は違いがないという点で同じというふうに判断します。しかし、これら両者はそのレベルを超えて同じだということです。特にこの向かって右側の2人の左目、周辺を比較してみてください。大変よく似てれてますか？同じであることに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の方はややぼかしが入っています。上まぶたのたるみで7歳の年齢差を感じます。しかし、同じ人物なんですね。で、目の周辺を拡大して比較してみます。上がシノレリ、下がダヴィンチです。で、目の周辺を見てもですね、違いがないという点で同じだということです。眼球の位置、そして、下まぶたの表現方法ですね。そして目の付け根など、やはり違いを見つけることができません。左の方はですね、やや上まぶたが下がっています。年齢差をこのように表現したものと、林浩司は判断しています。つまりこれらの絵はですね、同一時期と言いますか、に描かれたということになるわけですよね。ちょうど実際の年齢差が7歳あるということですから、絵の上でもちょうど7歳の年齢差があるように表現されているからです。そしてこうして比べてみますと、上の絵にひげ、そして鼻を付け足した絵が下の絵だということになると、皆さんもお気づきになると思います。つまり、シノレリとダヴィンチは一人二役のいわゆる同一芸術家であったということになります。兄弟とか双子とかそういうことは考えられません。つまり、ルカ・シノレリの方が先に生まれていたということにもう一度注意してください。ルカ・シノレリの方が7歳年上ということになっています。記録上はね。そして、比べてみますと、これら両者は同じ人物である。シノレリは1445年、ダヴィンチは1452年に生まれています。そして、シノレリの方がダヴィンチより長生きして、ダヴィンチより後に亡くなっています。ということになっています。こうした事実をですね、積み重ねていきますと、冒頭で申し上げたような結論になるというわけです。もう一度、年代表を見ていただきたいと思います。シノレリの方が先に生まれて、ダヴィンチより後に亡くなっています。一人二役の芸術家であったとするならば、シノレリの方が主で、ダヴィンチの方が従ということになります。しかも、後で説明しますが、シノレリとダヴィンチは同じ思想で同じような絵を描いています。セント・ジェロームの絵などは区別がつきません。なおち、シノレリとダヴィンチは同じ思想、同じ考え方を持っていたということです。で、結論ということになりますが、左がシノレリ、右がダヴィンチです。これら両者は顔を比較してみてわかるように、同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。そしてダヴィンチの鼻をですね、
シノレリにくっつけてみます。そしてダヴィンチのひげをシノレリにくっつけてみます。するとこれら両者は7歳という年齢差はありますけども同一人物になるということです。で、変装するとしたらシノレリがダヴィンチに変装することはできますが、ダヴィンチがシノレリに変装することはできません。すなわちシノレリが大きな鼻を自分にくっつけひげをくっつけたのがレオナルド・ダヴィンチということになります。すなわち私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチという芸術家はシノレリの一人二役のもう一方であって、そして存在しなかったということになります。今、つけ花、つけひげをつけてみましたが、こういうことになるわけですね。この両者は同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。あと考えられるのは双子の兄弟であるとか、そういったことですけども、それはありえません。もう一度このシノレリを見ていただきたいと思います。このシノレリこそがダヴィンチの原型ということになります。鼻を大きくしてひげをつけたのが私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチということになります。皆さん、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は存在しませんでした。シノレリというのは1500年後のイエスに操られた操り人形であったわけです。その証明は続く動画の中でします。こうして1500年後のイエスがですね、芸術家たちを利用して自分の教え思想を広めようとしていたということです。続く動画の中でその証明をさらに深めたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school.The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I'd like to explain about it and how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in Pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance.The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketched in the Battle of Cascina, which was also said to be sketched by Michelangelo Buonarroti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pieta. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man.Who is exactly the same as a man in the Battle of Cascina, which means that these three men are the same one single man, or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men.Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ of 2,000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1,500 years in the Renaissance. ピエタ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ピエタ像のイエスと
カシナの絵の中の男と、そしてダヴィンチのスケッチの中の男がこうしてつながりました。つまりこれら3人は皆一人の人物、イエス・キリストということになります。さらにダメ押しをするなら、カシナの戦いの中のその男は頭に花の冠をかぶっています。つまりこの群像の中の王であることを示しています。で、さらにダヴィンチが描いたセント・ジェロームを見てください。老人です。この男性とダヴィンチの描いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまり、セント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで二人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス。そして、年老いたイエスはそれから1500年後、つまりルネサンスに現れた年老いたイエスということになります。広し林、Hamamatsu-city, Japan. Now you see these three men are Jesus Christ, and you see another Jesus Christ here on the left side. Jesus Christ with a woman whose appearance is very queer. So, let's compare these two men with each other, then you know that there are no difference between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So, be patient to compare them with sharp eyes and wide mouth and a very strange bump and also very sharpened chin, small nose, and a mouth, a small mouth here, and a small bump here. And small, they've got small ears and very strange nose. Probably they got a very light color, blue eyes. So these two men are the same one single Jesus Christ. Jesus Christ of 2,000 years ago. So, we know two Jesus Christ. One is older and another one is younger. So, back again to this sketch. This sketch was created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. There are man or woman on your right side has a very strange head, elongated with elongated skull. And the man on the right side has got a very strange hat. And under a cheek, chin, then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a breast, but I think he's a man. Anyway, he's got a skull, I think. Which is very similar to that one unearthed in Parcas, Peru. So, I think this man is from Mars, who helped or assisted Jesus Christ of 2,000 years ago. So, both are the same, with a very queer face. So, I'm sure Jesus Christ of 2,000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone head man with elongated skull. This man
has also very close resemblance with the man on your left side. Let's make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin. You see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose. What do you think this is anyway? And also this man has got a very strange sort of equipment or sagged neck. I don't know which one is correct. Anyway, he seems to have a very strange neck. That is true. So, these three probably have got a very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on Earth without these equipment. Or, what do you think this is? And I talk a little bit about a proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost 2 years ago. I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Firenze. This Holy Shroud was discovered a short time ago, and they say this is Jesus Christ. This is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese, something. Probably translated from the English one on Wikipedia. And this is Michelangelo Buonarroti. And this is Pieta. Pieta has got a very sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange arm with bumps, which are very similar to those bumps created on in a sketch in the Battle of Cascina. But also, Jesus Christ and Pieta has also very strangely has got a very close resemblance with the holy man in Holy Shroud. So this is another point, important point for today's video. So just compare them with each other. Jesus Christ on the left side is Jesus Christ in Pieta, and Jesus Christ on the right side is Jesus Christ from Holy Shroud. So you also see there are no difference between them, which indicate these two Jesus Christ are the same Jesus Christ. Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo. So I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for Jesus Christ. And this is a sort of proxy, is that all right to say that? Sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ 2,000 years ago. So, there were, used to be, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ, another one is proxy Jesus Christ. And proxy Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ 2,000 years ago. I've got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Signorelli, Luca Signorelli. So anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ
who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see Jesus Christ of 2000 years ago, younger one. And this is Saint Jerome painted by Verrocchio. Verrocchio was also a sort of puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as obedient servant to real Jesus Christ. So I say puppet artist. Signorelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raffaello. These artists did not produce any paintings and sculptures, or a little bit they could do that, but these masterpieces were created by the real Jesus Christ of 1500 years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to. Thank you very much for watching, and please watch following videos for more information. Bye for now. Leonardo and Michelangelo, fictitious artist created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were a sort of puppet artist who worked for Jesus Christ after 1500 years. I, however, know how you may think about me when I claim so. I say here again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Here is evidence to prove it. 神々の陰謀によって作り上げられた芸術家ダヴィンチ、そしてミケランジェロ。もしダヴィンチ、ミケランジェロと呼ばれた芸術家たちが1500年後のイエスの陰謀によって作られた架空の芸術家であると私が言ったら、あなたは私がそれを説明する前に私のことを頭のおかしい人間と思うことでしょう。よーく分かっています。つまりダヴィンチ、ミケランジェロなる芸術家は存在しなかったと、あるいはいたとしても形だけ。実際の作品は1500年後のイエスが別のところで作り上げていたと。私がこれから皆さんに話すことは、あなたが信じようが信じまいが、この私にとってもあまりにも信じがたいことなのです。が、私、林浩司は次のように主張します。ダヴィンチ、あるいはミケランジェロと呼ばれた男は、言うなれば1500年後のイエスに操られた、言うなれば操り人形であったと。つまり、芸術家、ダヴィンチ、そしてミケランジェロは存在しなかった。今日はダヴィンチとミケランジェロが描いたとされる絵画を解釈しながら、共通のアジェンダ、つまり基本的な姿勢を探ることによって、その謎を深く考えてみます。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan。 これはミケランジェロが彫刻したピエタ像です。このピエタ像のマドンナの向かって左側、マドンナの右手に注意してください。右手を注意深くご覧ください。マドンナの右手の、中指と薬指がくっついているのがわかります。中指と薬指です。これはイルミナティ、もしくはイエズス会の、独特の、ジェスチャーということになります。この情報はニコ・ジロルド・エル・モネスさんからいただきました。
ニコ・ジロルド・エルモネスさんによればですね、この彫刻だけでミケランジェロはですね、がですね、イルミナティもしくはイズス会のメンバーであったことがわかると。で、検証してみることにしました。これがマドンナの右手です。で、調べてみますと、確かにイエズス会のメンバーたちは同じようなジェスチャーをしていることが分かりました。中指と薬指をくっつけています。まあ、これ、こういう形でですね、イエズス会のメンバーたちは、私はイエズス会のメンバーであることを、まあ、示したということになります。フランシスコ・ダヴェルもやはり中指と薬指をくっつけているのが分かります。ちょっと分かりにくいかなというところですけども、まあ、くっつけていると判断します。まあ、このような形でイエズス会のメンバーたちはですね、まあ、自分たちの、まあ、存在を示したということになりますが、時代が合わないんですね。ミケランジェロがピエタ像を完成したのは1499年、そして、イエズス会が、まあ、設立されたのは1534年ですから、間に35年という年月があります。ですから、まあ、こうしたジェスチャーがですね、イエズス会に先立って既にあったとも考えられますが、まあ、それは今回は除外して考えます。で、イエズス会というのはもともとはですね、イエスの仲間という意味だそうですね。イエスの仲間。ここが重要ですね。マリアの仲間ではなくてイエスの仲間ということになります。で、神々のアジェンダについて考えてみます。まず、ミケランジェロについてですけども、ミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の、天井画を描いています。で、一応、ウィキペディアなどによればですね、ミケランジェロは敬虔なカトリックであったと書いてあります。そんなはずありません。例えばこれはノアと3人の息子の絵ですけども、ここで殺しているのは羊です。喉を裂いてますね。敬虔なクリスチャンだったら羊を裂くようなことはしないんです。その代わりに牛を左に描いています。牛はミトラ教のシンボルです。そして3人の息子のうちの1人は背中にヒレがあります。注意深くご覧ください。ヒレがありますね。なあ、このような形でミケランジェロは、ノアと3人息子たちが人間ではなかったということを示したわけです。ヒレがあります。十分かご覧ください。で、このノアが料理しているのは人間ということになります。これも隠し絵、騙し絵の手法です。髪の毛が上伸びているというふうに、まあ、表しているわけですね。すなわち人間を料理しているということを示しているわけです。敬虔なクリスチャンであったら、ミケランジェロなんですよ。こんな絵は描かなかったと思います。この人もですね、日本のある美術家は絶世の美女と表現していますけども、男性の乳首を持っています。この角度であれば、女性の胸はこのように見えるはずです。が、その胸がない。すなわち、こういう形で茶化しているわけです。これはリビアの巫女と女という意味になっていますけども、ね、そしてこの目を見てください。一本の、一本だけ、線が一本だけの、いわゆる、まあ、レプタリアンの目です。そして、不気味なのはこの絵なんですね。一見華やかで綺麗な絵に見えますけども、向かって右側のこの女性の背中を見てください。背中から奇妙なものは吹き出しています。これは何かということですね。まあ、ゾッとしますね。そして、この人もそうなんです。一見しますと何かの台の上に座っているように見えますけども、この、人はですね、折れた骨の上に座っています。骨髄液が外に流れ出ています。まあ、このような形でミケランジェロは自分の思想を織り込んだというわけです。そしてこの周辺に書かれている人たちはですね、みんな女性の顔をしているんですけども、ついているものはついているんですね。優しい顔をしてますけども、男性だということですね。そしてこの人もそうなんですね。一見顔だけ見ますと綺麗な女性に見えますけども、背中にはヒレがあります。後でそれを紹介します。そしてこの、上の、まあ、一応カトリックですから、羊ということになるんですけども、これは羊ではありませんね。羊の顔ではありません。で、この顔とバフォメットのシンボルマークと比べてみます。まあ、カトリック教会側ではですね、バフォメットを悪魔、大悪魔と位置づけています。それはカトリック教会側の見解ということになります。カトリック教会側では大悪魔と位置づけて、まあ、このバフォメットを排斥しているわけですね。がしかし、ミケランジェロはどういうわけか、システィーナの礼拝堂の天井画の中に、この、バフォメットを描いたということになります。一見白いですから、羊に見えますけども、これはバフォメットということになるわけですね。今、下にバフォメットの絵を見せていますけども、すなわち、まあ、このような形でですね、カトリック教会側はですね、大サタンというふうに位置づけて、まあ、
こういう、まあ、イメージをですね、捏造したということになります。それをミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の天井画に描いたということになります。で、バフォメットということは、まあ、これはあくまでもカトリック教会側の見解ですけども、大悪魔であるというふうに書いてありますね。悪魔の一人と、そういうふうになるわけですね。ヤギの頭を持った悪魔であると、そういうふうに書いてあるわけです。が、しかし、ミケランジェロはどういうわけか、その、まあ、大悪魔を、システィーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。で、同じようなことを、レオナルド・ダ・ヴィンチもしています。皆さんご存知の岩窟の聖母です。いろいろな説明がされていますけども、まあ、皆さんがご存じないことを、ここで皆さんにお見せします。この足のところを見ていただきたいと思いますけど、この、右の、まあ、これ、人ですね、女性でありませんよ。3本指であることに注意してください。で、下から数えて4本目のところに白いですね。これは隠し絵、騙し絵なんです。葉っぱの色と同じところで今見せましたように注意してください。すなわち、葉っぱで隠しながら、この人は3本指であることを示しています。すなわち、向かって右側にいる、これ、この人はまあ一応ガブリエルということになってますけどもね。ガブリエルではありません。で、この3本指の、人がですね、まあ、リリトですけどもね、これは3本指です。中部からご覧ください。このような形でダヴィンチはダヴィンチでですね、なんて言いますか、まあ、痛烈にカトリックを批判しているということになります。ここでアジェンダが一致するわけですね。で、受胎告知の中でもやはり同じような3本指の足が描かれています。このフクロウの形をした置物の下を見てください。この下に3本指の指が、足が出てますね。これ、こういう形でダヴィンチは、この受胎告知の中にいる右の、まあ、人はですね、マリアは魔女であることを示しています。これもダムシェ、隠し絵の手法です。で、2人を足してですね、1人の魔女、すなわちマリであることを示しているわけですね。で、やはり3本指だということですね。中央はですね、まあ以前紹介しましたけど、シニョレリも同じ絵を描いています。ちょっと見にくいかもしれませんけど、3本指の人を描いています。そして下がダヴィンチです。で、レオナルドはレオナルドで、このような形で自分の思想というものを自分の絵の中に織り込んだということになります。この手法と言いますか、中身と言いますか、コンセプトは、ミケランジロと一致するということです。で、もう一度この、まあ、今お見せしましたガブリエといった女性ですけども、見ていただきたいんですけども、これと同じ女性の顔が、いわゆる、まあ、システィーナの礼拝堂の天井画としても描かれています。この人も男性ですね。前、左右に、周辺に描かれている人はみんな女顔で男性ですから、この人はあるものが見えませんけども、女性と、男性と判断します。まあ、これは同じ人ということになるわけですね。角度が違いますから、判断しにくいんですけども、左が、まあ、ダヴィンチ、右がミケランジェロということになります。しかし、この人は背中にヒレがあります。中部からご覧ください。ここにヒレがありますね。すなわち、こういう形でミケランジェロは、これは、この人は人間ではないということを示しました。ヒレですね。まあ、こうした絵がですね、システィーナ礼拝堂の天井画には、まあ、ザラザラと書いてあるということです。言い換えますと、ミケランジェロは痛烈に、カトリックを批判したということになります。一方、ダヴィンチはダヴィンチで痛烈にカトリックを批判したということになります。この両者のコンセプトといいますかね、カトリックに対する考え方がこういう形で一致するということです。そして右の、まあ、人はですね、薄い膜をかぶってますね。これをこの手法はあちこちで使われています。糸車の聖母子でもまた、西安と聖母子の絵の中でも同じように使われています。すなわち、まあ、顔を剥ぐ人たち、すなわち、まあ、少なくとも人間ではないということになります。で、岩窟の聖母に戻りますけども、岩窟の聖母の中にやはりこの向かって右側の、今のガブリエルって言った人ですけど、この人は男性なんですよ。顔に騙されちゃダメですよ。まあ、言うてこの姿勢がおかしいわけですね。大きく、なんて言いますか、前に倒れてる感じですけども、まあ、かろうじてこの姿勢で体を支えられるかなと思うんですけども、で、もしそうであれば、この人の左手で、重心を支えることになりますけども、この人の左手はいわゆる、まあ、ヨハネと言われている子供の背中に軽く触れている程度ですね。ですから、この人は、まあ、このような大蛇のような体を持っていたと、林浩司は判断しました。すなわち、ラミアということになるわけですね。ギリシャ神話でいうラミアです。大事ですね。となると、こういうことであれば、重心を支えることができるということになります。
このような形でミケランジェロとダヴィンチのコンセプトが一致するということです。ここがおかしいということですね。わかりますか？で、ミケランジェロもダヴィンチも、何度も説明してきましたけども、人間には不可能と思われていますか。人間には不可能な方法で彫刻あるいは絵を描いたりしています。彫刻を彫ったり絵を描いたりしています。まあ、実際にこうした、まあ、魔女というものが存在したというふうに、まあ、言われているわけですね。となりますと、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティのいわゆる、まあ、基本的な、まあ、姿勢が同じであるということになります。で、もう一度確認していただきたいんですけども、これが左がダ・ヴィンチ、右がミケランジェロということになります。そして同じように、なんとかになってますかね、3本足があるように見えるの分かりますか。で、右の方はですね、組み合わせによって、3通り考えられるわけですね。1通り、これは2通り、もう一つはその折れた足と一番右の足ということになるわけですけどもね、まあ、一応ここで2通りを示しました。で、その足がですね、先ほど言いましたように折れて中から骨髄液が出ている。極めて残酷な絵だということですね。こういう形でミケランジェロは繰り返しになりますけども、カトリックを批判したと。で、左のダヴィンチの方もやはり3本足に見えますね、一見すると。そして1本の足が先ほど言ったように絨毯の下からですね、ちょろんと3本指の足が出ているということになります。まあ、こういう形で、共にですね、共に、カトリックを痛烈に批判したということですね。そしてこの、右の、ミケランジェロの絵の後ろにはですね、首のない人間がいて、一見すると男性のように見えますけども、まあ別にですね、このように悪魔の絵が描いてあるわけです。で、これを偶然と言いますかね、というかどうかということなんですね。さらに、不思議なことにですね、この両方の、衣服の色使いが全く同じだということです。赤い衣服ですね。まあ、色は、長い年月の中で、変色するということはありますけども、基本的なカラーは同じなんですね。で、これも偶然なのか。となりますと、右の方がですね、後に、書かれたということになりますから、ミケランジェロがダヴィンチの絵を真似して描いたというふうに、まあ、解釈できますけども、本当にそうでしょうかということになるわけですね。あるいは、一人の誰かによって描かれたのではないかということになっていくわけです。このように、まあ、コンセプトも同じになってきますしね。絵の描き方、色の使い方も全く同じだということです。そして、右の方を見ていただくと分かりますように、キラキンのですね、衣服を着ているようですけども、肘から下はですね、毛のようなものが生えています。そして、繰り返しになりますけど、この人は一見すると女性なんですけども、ついているものはついていると。で、この人も一見すると、女性なんですけども、ついているものがついていると。まあ、こういうふうに、まあ、ちぐはぐなんですね。で、そういった観点で見ますと、右の人はですね、これは女性とは言えませんね。女性の服を着ているから女性というふうに考えてはいけませんね。その証拠にこの人はですね、胸が平らです。フラットです。で、結論ということになりますが、今まで見てきましたように、ミケランジェロとダヴィンチの、まあ、それぞれの作品があるわけですね。私たちはこれをミケランジェロが作ったり、まあ、描いたりしたものだというふうに解釈しています。そして一方ダヴィンチの方もですね、まあ、こうした絵をですね、ダヴィンチが描いたものだというふうに、まあ、解釈しているわけです。ところが共通点があまりにも多すぎるわけですね。そしてお互いに同じに、まあ、誰かによって作られたとしか考えられないような共通点があるということです。となりますと、これ2人は実はパペット、すなわち操り人形という説がこれでまた一つ裏付けられたことになります。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、ではその上で誰がこれら2人の画家を操っていたかとなりますと、1500年後のイエスということになります。人間には描けるはずもない絵、人間には彫れるはずもない彫刻で、作っていたのはこの人ということになります。1500年後のイエスということになります。まあ、この人がですね、こうした絵を描いたり、あるいはこうした彫刻を作ったりして、そして、一方で、レオナルド・ダ・ヴィンチという人間と、それから、ミケランジェロ・ブラノティという人間を操ってですね、そして、まあ、人間社会と接触を保っていたということになります。なあち、レオナルド・ダ・ヴィンチもこれは人形であった。それから、ミケランジェロも人形であったということになるわけです。まあ、コンセプト、すなわち、まあ、基本的なアジェンダの世界からもですね、これら両者は結局は同じコンセプトを持った作品を作っていたということになります。当然、対立するのはマリア、なあちイシュタラ率いるローマンカトリックということになります。どういうわけだか、当初はですね、イエスとマリアが組んでキリスト教を立ち上げるわけですけども、どこかで、まあ、歯車が狂ったんでしょうね。で、1500年という年月の後にですね、2人の間は決別してしまったということになるわけです。で、
最初の話に戻りますけども、マリアの向かって左側右手に注意してください。中指と薬指がくっついてますね。そしてこれは、イルミナティとあるいはイエズス会の、まあ、シンボル的なジェスチャーということになるんですけども、イエズス会は今回は話し外しましたとなりますと、イルミナティの、シンボルということになります。現在はですね、この中指と薬指をくっつけて中へ折り曲げるという方法で、ですね、自らの立場を示しています。でそしてですね、この極めつけはこのバフォメットの像ですね。でこれはあのバフォメットは繰り返しになりますけども、カトリック教会側から見れば大悪魔ということになるわけですね。それはどんな宗教団体でもそうですけども、自分と対立する立場にある宗教団体を悪魔と位置づけますね。それは日本でも外国でも同じなんですね。でそれをミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の中に堂々と書き込んだということになります。一見すると白い羊に見えますけども、これは羊ではなくてヤギだということになります。そしてこれがマラヌスの手ということになります。薬指と中指を折り曲げています。これはイルミナティの独特のジェスチャーです。まあ、歴代の大統領たちもこのような形で、まあ、その一見するとですね、イルミナティのシンボル的なジェスチャーをしていることになりますけど、ただですね、現在その形が広く伝わってですね、いわゆる V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから、このジェスチャーを持ってですね、すぐこれらの人たちがイルミナティと判断することはできませんが、まあ、もともとはイルミナティのシンボル的なジェスチャーであったことは事実です。まあ、こういう形で、まあ、イルミナティのシンボル的なジェスチャーが今に残っているということですね。もちろん今言いましたように、V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから、必ずしも、イルミナティのメンバーということにはならないのかもしれません。そこはどうか誤解なさないでくださいね。で、続くビデオの中で、ルネサンスの芸術家たちは1500年後のイエスの操り人形であったという話をします。まあ、これも一つの暴走ということになるわけですね。ニコ・ジロルド・エルモネスさん、どうもありがとうございました。 Bye for now。Jesus Christ, after 1500 years, Leonardo and Michelangelo, fictitious artists created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. I, however, know how you may think about me when I claim so. Most of you,Or, most possibly, you may think that Hiroshi Hayashi is out of mind or crazy. But I am not. I say here it again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Here is its evidence to prove it. Before everything, I have to apologize for my poor English, because English is not my native language, and I haven't used it for over 40 years or 50 years since I was a student in Australia. And here in this video, this is a sort of battle of a casino. You can find six numbers as an hidden six numbers, and 77 stands for Jesus, and 54 stands for resurrection, and 27 stands for Bible. But this painting was painted before or when Leonardo was still alive. That indicates that he concocted his death date according to these numbers. He, according to the history, Leonardo da Vinci died on May, the fifth month of the year, the second, at age 67. That means his death date was concocted by himself. This is another evidence.So, Jesus, it can be read that Jesus was resurrected after 1500 years. And this is the Pietà created by, they say, Michelangelo Buonarroti. But please have a watch very carefully his arm, his right arm. It's got a very strange bumps, like this, bumps.
So, have a carefully, right? This bump shows that he is not at least a human, but most possibly he was a reptilian, as David Icke claims. He's got bumps like this, which indicate that he is not at least a human. And you can see the same bumps in the Battle of Kashina as well. I'll show it soon. So here you have to watch these bumps very carefully. This is Jesus Christ, created by Michelangelo Buonarroti. But as a matter of fact, this sculpture was not created by the artist Michelangelo Buonarroti. Someone else. I'll show you the evidence. And the same arm you can see in the Battle of Kashina. Also, this was said that this sketch was sketched by Michelangelo Buonarroti. And watch the man on your right down. This man was peeling off his skins, not putting on his socks. And have this arm of this man. He has a flower crown, which indicates he is a king of kings among them. He has also very strange bumps like this. Just compare them with each other, then you will know that these two men has got the same arm with same bumps at the same place. Very thin-like bump like this on the top, and two bumps in the middle, and also through two bumps in the down part of this arm. So the left one is Jesus Christ. Then why not can I say that the right one is Jesus Christ? Okay, so this man, both of them, Jesus Christ, according to Michelangelo's sculpture. Also, you can find the same bumps in the sketch sketched by Leonardo da Vinci. So this is a very strange coincidence. Have a look at this part of this arm, upper arm. Okay, the same thin-like bump like this. So Leonardo knew these bumps by himself, or he copied his arm by himself very sharply, collectively. Anyway, these men are Jesus Christ. Can you agree? Because the left one is Jesus Christ, so then why not the right one is Jesus Christ? This is one of the evidence that there was Jesus Christ in the Renaissance, Jesus Christ after 1500 years. Have a look at this man very carefully. I think this most possibly this one was Jesus Christ himself 2000 years ago when he created Christianity. And the man on your left side is a man in the Battle of Kashina, painted by Michelangelo. Both are the same man, which indicate, or maybe the only one reason why they are so much look alike is that Michelangelo copied Da Vinci, Leonardo's sketch, but it's not possible. Anyway, these two men are the same, right? The left one was is Jesus Christ, then why not the right one is Jesus Christ? Both of them the same man. Okay, so you will know that these are Jesus Christ after 1500 years. So Michelangelo painted sketched Jesus Christ in the Battle of Kashina. And also, the right one was sketched by Leonardo. And the man who's got a flower crown, which indicate or depict that this man was the king of kings, or Jesus Christ, among these reptilians with very strange bumps all through their bodies. So, this is not Leonardo da Vinci, but Jesus Christ after 1500 years, or most possibly, this is, ladies and gentlemen, Jesus Christ 2000 years ago. So, both are the same, and this man in the middle
is the same, has got the same arm with the arm of Jesus Christ of Pietà, sculpted by, they say, Michelangelo. So Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. But why? Is it just a coincidence? No. These are created by another man, or I say, Jesus Christ after 1500 years. Another example is here. This is a self-portrait, they say, of Leonardo. But these four men has got the same characteristic, physical characteristics to each other, with the same sort of a characteristic, sort of a, how do you say that? Anyway, have a look at this, compare with these faces to each other. Very wide mouth, sharp eyes, thin eyebrows, very strange bump under the ear, and anyway, these four men, I've got the same man, when you compare each other. So I think these three men are down, are Jesus Christ after 1500 years, or Jesus Christ himself. Very strange ear. Ear is a sort of a part of the body which got the same character with fingerprint. From the ears, shape of ears, you will know the difference of the people are just like the fingerprint. You know, fingerprint? Anyway, this is a Jerome, probably painted by Leonardo. Also, he's got the same characteristic, physical characteristics. So, ear is a very important part to identify the individual, like a fingerprint on your fingers. So, they got the same ears, which indicates these two men are the same man. Or Jesus Christ after 1500 years. So he's got a nictitating membrane in his eyes. I show it. Sort of a, you know, nictitating membrane. Sort of a, another eye in the eyes, which got which reptiles have got. From the just one look, anyway, this is, I say, Leonardo da Vinci or Jesus Christ after 1500 years, not Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was a sort of a puppet artist, sort of a fictitious artist, who was created by Jesus Christ after 1500 years, or Michelangelo and Leonardo da Vinci worked for Jesus Christ after 1500 years. Or I say that Jesus Christ above them manipulated these artists for his purpose, some purpose against Roman Catholic. I'll show you 3D modeling technology, right? This is a sort of a, I believe this is one, this man is Jesus Christ after 1500 years, and the upper one is Jesus Christ himself 2000 years ago, and another man down is also Jesus Christ 2000 years ago. And they created this sort of basic model of computing technology on your right side. This man is a sort of a concocted sort of a database with data from three men. This is a basic database of the man, and the right one was created from the left one. And also another one was created from the top, just a bit with a small variation, and then another man was created, old man was created through this computing technology. This is, we say, Leonardo da Vinci when he died, just a few years before he died. And they got the same physical characteristics. Is that all right to say that? I'm not sure, but I've been trying to explain it in English, which is very hard for me because I haven't used for English for over 50 or 60 years.
40 years, sorry. Very hard, sorry. Anyway, I'm sorry for my poor English. Anyway, all these men are same one, Leonardo da Vinci, or concocted image of the Leonardo. But very strangely, the right one has got also a nictitating membrane, as I found. Hiroshi discovered it. Here is a summary of these men, and the left one ones are created on 3D computing technology, and right ones is a fact. So these are all, I say, in a sense, Jesus Christ after 1500 years. Left one are concocted image of Leonardo. And this one is a sort of a sketch by Leonardo, and both are the same, have got same physical characteristics. Leonardo da Vinci on your left side, and Saint Jerome, or Jesus Christ after 1500 years himself. They got the same characteristics. Watch very carefully. Very strange bump under their ears, and very strange chins, and bumps, small bumps, and very thin eyebrows, and very long nails, and very strange mouth with very strange teeth. So you know that these two men belong to one same man. On the left side, you see Jesus Christ 2,000 ago, of 2,000 years ago, and Jesus Christ of 500 years ago in the Renaissance. So I have come to conclusion that these are Jesus Christ himself. That's why he could paint it, or these paintings in the Renaissance. But the name, the title of this painting on your left, right side is Saint Jerome. Is a very important person, sort of a doctor, a Catholic doctor in Roman Catholics. And have a look at his ears. Ears are sort of works as a fingerprint, just like as a fingerprint on your fingers to identify a person from ears, because ears are different from each other in each person. But these ears looks are the same, which indicates that the two men are the same Jesus Christ. On your right side, you see another man's photographic ear. Just know that, please know that they got a different ears from sort of ordinary person, people. And here you can see ears and strange bump here. This is a very important point of this video, which indicates that we show that these two men the same man. One is younger Jesus, another one is older Jesus Christ. And also he's got a nictitating membrane, which reptiles have got. And very thin eyebrow, and very small, very strange small bumps and mold here. I hope you understand my English. I'm just trying. This is my first trial case to explain my videos all in English. And you can see a very strange eyes here, which indicates that these men are not at least human beings. See? So that's why I say that the left one is Jesus Christ 2,000 years ago. Ladies and gentlemen, this is Jesus Christ
when he established Christianity with Ishtar or Inanna Ishtar of Babylonia or Maria in Hebrew. Very strange news like this. So these two men are one same man. Also, this man or Jesus Christ after 1500 years has got a very strange bone frame. And also strange bumps here, right? And on the left side down, you see strange bumps, too, belong to the same man, Jesus Christ, after 1500 years. And also, as I told you, he's got a nictitating membrane in his eyes. Very precisely drawn, or this is not a painting, but photographic picture created on 3D or 2D photographic technology in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years. Can you see a nictitating membrane here? Here, you see another nictitating membrane in the eyes of a reptile. So, again, I repeat that he's not at least a human. I say very frankly, Jesus Christ, after 1500 years, is not at least a human. And also, they say the left one was a sketch by Leonardo, but this was this is himself or Jesus Christ of 2000 ago, most possibly. So Leonardo painted this man, old man, as Saint Jerome, very important person for a Roman Catholic. This is Saint Jerome because he's got a lion on the floor. And also, the right one is a sort of painting painted by Verrocchio and Leonardo. And he's got a also very similar or same characteristic, physical characteristics like this very strange neck. Neck is very important to identify these people. Or can you say that these are human beings, or can you say that these are humans? I don't think I can. This is just one of the reference. The crucified Jesus Christ was a sort of a proxy, I think, because the left hand and ones has got no stigma. So, crucified Jesus Christ was a proxy. Is my English correct? Proxy is a sort of another sort of a man who died for Jesus Christ himself. A very, very wide mouth and very strange bumps, small bumps, and the smear, very sharp eyes, and sort of a every part of his body has got the same physical characteristics. So I say Jesus has left many evidence of himself, so many photographic evidence. So this Jesus Christ, after 1500 years, manipulated the artist in the Renaissance, like Michelangelo, like Leonardo da Vinci. They are humans who worked for Jesus Christ of 1500 years later. So these are all Jesus Christ. Okay? Each of them has got the same physical characteristics. And back again to the Battle of Cascina, a sketch by Michelangelo. And here you can see numbers, hidden numbers, secret. This is what I have found. Hiroshi Hayashi found this.
discovered by Hiroshi Hayashi, 7502. These are sort of secret number hidden behind. And first I noticed this small bars and extended the bars to the 7. So also you can see IVIT, EVOT in Bosnian language, which means life or live. And the 7-7 stand for Jesus, 5-0 stand for resurrection, and 2-7 stand for Bible. So this is the Battle of Kashina shows that secret message from Jesus Christ after 1500 years, because this sketch was not sketched by Michelangelo Bernardi, a human. He is also a puppet artist in the Renaissance. So, Jesus, Resurrection, Bible. And this sketch was sketched while Leonardo was alive. That indicates that Leonardo concocted his death date at age 67, May, the 5th month of the year, 2nd. That's a way how he left Firenze, just like an showing us that he was an old man and he died. But as a matter of fact, Leonardo, or as of Jesus Christ, after 1500 years, did not die on that day. So 767, at age 67, he Jesus Christ, after 1500 years, concocted his death date. And we know that Leonardo died May 5th month of the year, the 2nd, at age 67. That's why I say his death date was concocted by Jesus Christ after 1500 years. But this, the Battle of Kashina was, they say, sketched by Michelangelo Bernardi, which was concocted, or fiction. Okay? So this is a message from the Jesus Christ after 1500 years, which means Jesus Christ was resurrected according to the Bible. Back again to this man, right? On your right side you see the sketch by Leonardo da Vinci, sort of a puppet artist, Leonardo da Vinci. And these are sort of all summaries, all are Jesus Christ. So, Jesus Christ of Peter has got the same arms with the man who was drawn in the Battle of Kashina. So this was a concocted image of the Leonardo da Vinci, as you see again, back again, right? And these are all of the same man created by Jesus after 1500 years, not by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci is a man, human, who worked for Jesus Christ after 1500 years, or fictitious artist. And also, the real Jesus Christ has got a nictitating membrane in his eyes, which indicates that at least he is not a human. And also, this is a message from the Jesus Christ after 1500 years. Jesus resurrected, according to the Bible or something like that. And this is, ladies and gentlemen, Jesus Christ of 2,000 years ago, when he worked as a Christ with Maria. Or he painted this man in the Renaissance after 1500 years. So this Jesus Christ, after 1500 years, created these masterpieces. For some reason, Leonardo da Vinci and Michelangelo Bernardi worked for Jesus Christ after 1500 years. So I say these artists are puppet artists, or fictitious artists in the Renaissance. This is my Hiroshi Hayashi's idea about the Renaissance and about Jesus Christ after 1500 years. And this is why I have come to the conclusion that Jesus Christ after 1500 years manipulated these artists as their puppet artist.
So, here you see part 2 following this video. I say, Leonardo and Michelangelo, fictitious artists created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Okay? Do you think I am crazy or out of mind? I don't think I am. I hope so. Anyway, here back again to the concocted image of Leonardo da Vinci, Jesus Christ after 1500 years, and I think this one man is Jesus Christ himself 2000 years ago, and this one down is also Jesus Christ. And from these three men, the right image was created on your right side. This image was created on the 3D computing technology. And this is the database, original database of sort of Jesus Christ after 1500 years, or created from this man. This man was created on the right side and with hair. And another man was created from the same original database. And Leonardo da Vinci's self-portrait was created or concocted. All here discovered by Hiroshi Hayashi, me. Thank you. Anyway, compare each part of the face in appearance, you will know that these four men have got the same figures, which means these are all created by computing technology. Very, very sorry for my poor English. Just guess what I mean, right? Please. Anyway, what I want to say here that these were created on 3D computing technology in the Renaissance, not now, by Jesus Christ after 1500 years with very super high technology. So back again to Pietra, and Mr. Nico Girold Edmonetto taught me a very interesting fact. Heaven exists as Jesus Christ and Maria holding Jesus Christ like this way, and have a look at her hand very carefully. You can see four fingers of Madonna's, and middle finger and ring finger are putting together here like this, which indicate Maria or Michelangelo Buonarroti in this sculpture shows that he belonged to Jesuit order or Illuminati, as Nico Girold Edmonet taught me. And I examined the Jesuit order painting of the Jesuit order. Priest in the Jesuit order has got the same finger gesture like this. Middle finger and ring finger, they put middle finger and the ring finger put together like this. And also Francesco Zabel, the founder of the Jesuit order, has got the same finger gesture like this, which indicates that Michelangelo wanted to tell us that he was a member of the Jesuit order or Illuminati. But it's very strange that sculpture was created in 1499 and Jesuit order was established in 1534, so there is 35 years between them. So I don't think Michelangelo was a member of the Jesuit order, but he was a member of Illuminati, most possibly. At least he's not earnest Catholic. He was rather anti-Maria or anti-Roman Catholic. This is Jesus' agenda. So Michelangelo, they say, he painted sort of pictures or paintings in the Sistine Chapel ceiling. Have a look. Here is one evidence that he was not Catholic. Here you can see a sheep
whose throat was cut open. And on the left side, you can see bull, the symbolic animal of Catholic Mithraism. And one of the sons of Nor, he's got three sons anyway, he's got fins like this on his back. Watch very carefully, which indicates that at least he's not a human. Like this way, in this way, Michelangelo wanted to tell us he is not human, or he was, Michelangelo himself was very sharp anti-Maria, anti-Roman Catholic. And also Noah was cooking his head. It's a secret, hidden picture. Tricky art. And you say this is a man, but this is a woman, but this is not a woman, this is a man, because he's got a man's nipple. From this angle, you can see breast, if she is a woman. She is not a woman. He is a man. This is another secret, sort of a hidden, tricky art of by Michelangelo. Also, you can see reptilian eyes. Only one straight line. And also, this is a very strange, horrible painting. On your right side, you can see a beautiful lady, but this lady has got a very strange skin like this. Horrible. I hate this painting very much. I hate it. And this man has got three legs, but as a matter of fact, he's got, this is not a lady. Don't think that he's a lady with a sort of a lady's suit, dress. But this one, his one of the legs was broken like this. Okay, have a look at his face. He looks like a lady, but as a matter of fact, he's got a genital organ, male genital organ. And this woman looks very beautiful, but he is not, as a matter of fact, a lady. And here you can see a sheep. Everybody would think that this is sheep because this is a Chapel Sistina, Chapel ceiling. But this is not a sheep. This is a goat, a symbolic animal for Baphomet. The reason why Michelangelo painted Jesus Christ after 1500 years painted Baphomet symbolic animal here is that because he hate Catholic or conducted by Inanna Ishtar or Maria. Our Hebrew name of Ishtar is Maria. Anyway, this is a symbolic animal of for Baphomet. Baphomet is a symbolic animal for King Satan. But King Satan is a name named by Roman Catholic. As a matter of fact, Baphomet is a symbol of justice. I say, Baphomet is a symbol of justice. This is a sort of a explanation written by Roman Catholic, I suppose. It says, Baphomet is a King Satan, the worst of worst. But as a matter of fact, Baphomet is not such a sort of a god. Temple sort of a knights. Anyway, back again to Leonardo. This is a Madonna in the cape, but this man, this is not a woman with a woman's face, but this is a man. He's got a three-finger foot. Watch very carefully at this three-finger foot. Well, you see white one. These are leaves on the ground. And as a matter of fact, he's got three-finger foot. So, which indicates this man is a devil. He's a devil. You see? This is also tricky art. And also, Ishtar, in other words, Lilith, they say, has got a three-finger foot like this. So, I can show you another example which Leonardo painted, or man, they say, an artist, concocted artist, Leonardo. This is an annunciation. And you see three-finger foot also here. Here, which very carefully. This is what I discovered
Hiroshi Hayashi discovered it. Three finger foot under the carpet. Can you see three fingers? Right. This indicates Maria is a devil. This is Leonardo's idea or Jesus Christ's idea after 1500 years. Three finger foot. Three finger foot. The middle one is painted by Signorelli. Signorelli and Leonardo da Vinci humans are the same concocted artist. They got the same face, except noses. Anyway, Signorelli also painted three finger leg, foot, sorry. And Leonardo also painted three fingered foot. And this is a man in the Madonna in the cave, and also the right one, is a man. They say painted by Leonardo. Michelangelo. Yeah, they got the same face, which means they are the same man, because the right one is a man with a genital organ. But you can see the genital organ, but the around four, three person has got a. That's one. Anyway, you can see fins here on his back. This, which indicates that he is not a human or reptilian. This is the way how Jesus Christ, after 1500 years, shows us the lady is not human, and also he's got a very thin, transparent skin. I'm showing you his very transparent skin, which indicates that he is not at least human or a reptilian. Diptilian, right? This is also what I found. All these ideas here I show you are belong to Mr. Hiroshi Hayashi, me, right? Because I discovered by myself. Anyway, this, have a look at this man carefully, right? This is not a woman. This is not a lady. And from this position or posture, can I say, what I say is correct? Anyway, his posture. It's very hard to support his posture like this way, because so he touched the boy's back, but just a touching. So he's not supporting his body. So I think his body was like this. Lamia in the Greek mythology. So, through this painting, Leonardo or Jesus Christ, after 1500 years, wanted to show us these two men are Liptarians, Lamia. Her sort of Hebrew name was Mary or Maria, worst devil in the Greek myth, because she was eating children. So, children in this Madonna in the Cave, painted by Leonardo, are sort of a food for Maria and another Lamia. So, Leonardo and Michelangelo has got the same concept of thought, thinking. This is not coincidence, because these are all created by another man who was Jesus Christ. After 1500 years, this is my idea. This is another reason why I think so, because they got the same color of dress and same concept of thought, three fingers, and one of the legs is broken, and Maria on the left side has got a three-fingered foot, and also on the right side you can see Baphomet on the at the top of this mirror. So in a sense, they say they would explain that Michelangelo copied Da Vinci's painting, but it's not possible. Anyway, here you see sort of a hidden secret picture here. First look would think you make you think that this is a man, but this is another man or a devil. This is another hidden painting painted by our Michelangelo, they say, but as a matter of fact, painted by Jesus Christ after 1500 years.
And also, they got the same color of dress. Be careful. Is this just coincidence? No. They are not just coincidence. Because they are created by the same artist, Jesus Christ, after 1500 years. So I say, Leonardo and Michelangelo are puppet artists in the Renaissance. This is not coincidence. And you see, this is a woman. But don't think that this is a woman because this man has got a woman's dress. But this is a man with flat breast. Same color. And these are sorry examples. That's, look at the face, woman. But he's got that one. And woman, no. He's got that one. Is he a woman? No, he's got that one. So, same reason, in the Sistine Chapel ceilings, on the painting of the Sistine Chapel ceiling, all people are like this. Half man, half woman. Half woman, half man. So, Leonardo and Michelangelo, they say, created such masterpieces, but they did not. They are puppet artists. Above them all, there was Jesus Christ after 1500 years. He manipulated these artists, including Signorelli, Raffaello, and other artists to control human minds. This is Jesus Christ after 1500 years, or Jesus Christ himself of 2000 years ago when he was young, when he created Christianity with Ishtar in Anna or Maria in February. Christianity, yeah. And he created these masterpieces. And also, he manipulated human fictitious artists such as Leonardo da Vinci and Michelangelo Bloody as a puppet, as his puppet. Can you understand what I mean here? I have so. And for some reason, I don't know why, but Jesus Christ, after 1500 years, was very strong against Maria. Ishtar in Anna. So there was, or there must have been, God's wars in the Renaissance. So I will show you symbol of justice. This is a symbol of Illuminati, and this is a symbol also sort of a black Saturn, King Saturn's Baphomet. But, as a matter of fact, it is a story written by Roman Catholic, but it is not. I mean, Baphomet is not Saturn. Or, Baphomet is rather symbol of justice. This is, this is a symbol of painted on the ceiling of the Cappella Sistina, and Baphomet on the right side. Left side, and right side you see painted by Jesus Christ after 1500 years. Do you think this is a sheep or goat? I think it is rather, and this is a sort of a Marinus hand. Nico Gerald and Monet taught me that. But this finger sign can be used as victory sign as well. So it is the heart which is which. But as I'm like in the ancient in the Renaissance time, it is a symbolic finger gesture of Illuminati. So some are using this finger gesture as victory sign, but some others use this finger signs as Baphomet goat signs. Goat. It stands for goat, you know. So, which is which? But, it's one,
One thing is very simple to say that this is a symbol of justice. So, just one thing I have to say that this Manalasa hand also stands for a victory in some other ways. Thank you very much for watching and please apologize again for my poor English. With very poor vocabulary. I'll try to do it better in the next following video. Thank you very much for watching and bye for now.